ケオソクノンはカンボジアの元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。中国系カンボジア人の父と大人小出身のベトナム人の母の間に生まれた。3歳の時にベトナムへ移住した。カンボジアに帰国した後、2007年にプノンペンクラウンに加入。ストライカーとして2009年は12得点を獲得し、チームの優勝に貢献した。 2011年には、隣国タイにあり、リージョナルリーグディビジョン2に所属する、サムットサーコーン FC に加入し、1シーズン過ごし、リーグの最優秀選手となった。2012年にはカンボジアに復帰し、弟のケオソクペンと共にボーウングケット、ラバーフィールドに加入し、カンボジアリーグを制覇した。2015年6月23日には、 弟の側ペンと共にプノンペンクラウンに移籍した。開幕戦は、ケオ兄弟の前所属、ボーウングケットアンコールであった。長期にわたる、膝の怪我を理由に2017年シーズン終了後に、現役引退。2009年にカンボジアリーグで活躍すると、同年の東南アジア競技大会サッカー競技に参加する U-23 代表に選抜された。ありがとうございます。